はい、皆さんおはようございます。珍しく肌荒れがひどいデデでございます。いや多分寝不足のせいだと思うんだけど、最近なんかニキビがすごい、大きいニキビもちっちゃいニキビもなんかポツポツできててめっちゃ嫌なんですけど、まあそんなことは置いといて、今日はね美容デーでして、美容院に行ってネイルも変えてくる日でございます。皆さんって美容院とかネイルとか行くときって事前に結構いろいろ自分で調べてから行く人ですか？いやなんかね、私はねあんまりそういうの調べないで結構当日その場で相談して決めちゃうタイプなんですよね。そうだから今日の髪型とかネイルもどう変えるか決めてないんですけど、私的にどうせ変えるんだったらなんかちゃんと変わったっていう風にしたいなっていうのはいつも思ってるので、まあ、それなりには変わってくると思います。なんでね、まあ、ネイルに関しては別に今こんな感じでもうただの黄色でめっちゃ伸びきってるやん。もう本当にシンプルなこの黄色で柄とかつけようかなって思ってるぐらいなんですけど、問題は髪の毛よな。ブリーチの回数がちょっと違うから色がまばらだし、ハイライト1回してるのとバレリアージュであるから、ここもここでなんか色バラバラだし、いろいろとカオスなわけですそうだから本当の私の理想としてはもうインナーカラーのこの全部抜けてる部分を全部切っちゃって、インナーカラーとかグラデーションとかをなくすっていうのが本当は理想なんですけど、でもインナーカラーも結構今まだちゃんとしっかりこう奥まで入ってるから、これ全部切るってなるとなんか坊主になっちゃうし、だから何をどうすればいい感じにまとまるのかっていうのが分かんないんですよね。そうだから今日も美容師さんに相談してもう何が一番丸く収まるのかっていうのを相談しようと思ってます。逆に言えば果たして丸く収まるのかっていうところもあるけどな。本当はね髪の毛を伸ばしたいから最初はカラーだけのつもりだったんですけど、じゃあこのブリーチしてる部分が結構傷んでて切った方がいいかなって感じなので、まだ全然短いのにもかかわらずカットも予約してます。ってなると人生で一番短くなる可能性もあるね。なんだな、私この長さから切ったことってないもんな。基本ロングからこのくらいの長さに切るだけで、こっからさらに短くしようって今までないからな。なんかカラーとかも挑戦してみたいけど、私今まで青とか紫とかそういうちょっとカラー系のものって挑戦したことがないんですよ。基本的に金かブラウンか黒みたいな感じなんで、ピンクとか似合うのかどうかも分かってない。うわでもピンクの髪の毛似合わなそうですよね。私あのかっこいいショートの人たちいるじゃないですか、ああいうの憧れるんですよ。なんかああいうのって顎のラインが綺麗じゃないと綺麗に見えないじゃないですか。私全然顎のラインとかもう全然綺麗じゃないし、丸顔だからなんかここのラインも綺麗じゃないんで、ここまでのショートは似合わないと思うんですよね普通に。あと余計顔がでかく見える。悩みどころ、切るって決めたはいいけど絶対これはアイシャドウ塗る間違えたよ。なんで今日オレンジリップつけたのにピンクっぽいアイシャドウ塗ろうとしたんだろう今。なんでこう撮影撮る日に限ってこんな微妙なんですかねもうちょっとです。あとチークとマスカラですね。はい、ということで一旦メイク完成しました。今11時ぐらいなんですけどね、まあ多分美容院行ってネイル行って帰ってきたらもう夕方になっちゃうので、まあ、果たしてどんな風にね変わって帰ってくるのかっていうのはまた夕方お伝えできればと思います。ということでちょっくら準備して行ってきまーす。バイバーイ。はい、ということで帰ってきました。いかがいかが。結局かなりショートになってですね、髪色も暗くしました。イエイ。そう、結構やっぱ暗い髪の方が大人っぽい感じしますね。なんかね、結局美容師さんに相談してなんかどうしようみたいな話をしたら、やっぱり今全部ブリーチにするとそのバレイヤージュとかもともとハイライトしてた部分がムラとして出ちゃうから、これね今ねハイライトをめっちゃ多くしてるんです。色ムラが出ても違和感のない明るい色みたいな感じにしてもらってるんですね。今日は色入れたばっかりだから全然なんかそのハイライトとか出てこないんですけど、あと 1,2 週間したら色が出てくるんじゃないかなと思ってます。イエーイ。かわいい。タンクトップになっちゃうんだけど、長さ的にはこんな感じ。ほら見て、ネイルも変えました。秋ネイルにして。やばいの、ちょっと貧血でさ指震えてるの分かる。やばいんだよな私。
聞いてください。なんか私最近美容室に行くときすっごい緊急対応に追われて、美容室中にめっちゃ電話したりなんか会議に参加したりとかしてて、で今日もねだからネイル中にめっちゃ LINE したり電話打ちながらネイルしてて、それでお昼も食べてなかったからなんかいろいろわちゃわちゃして貧血で、もうね指がプルプルしてるんですけど、前の黄色がすごいさ、ごめんね手が震えてて、あのからしでシンプルだったからそれに比べてだいぶ秋になりました。可愛いです。この後夕方彼が家に来る予定なんですよ。で一応なんか髪型とネイル変えるっていうのは伝えてあるんですけど、なんかこの動画を撮るってことは言ってないので、反応とかも撮ってみようかなと思います。で今ピンポンって来たからさ、はーい、え開いてない、ごめん、絶対下着映っとったやろね。どんな反応するでしょう、待ってみよう。太陽光に当たった方がもっとグレーっぽい感じなんですけど、今結構ブラウンっぽく見えると思うんですけど、いらっしゃいませ。どうも、どうも。あすげえ暗くなってる。暗くなってます。ただ髪切った？切った。全部同じ色してる。あ、違う、あのハイライトめっちゃ入れてるんだけど、あの染めたてだからまだ出てきてない。多分色落ちしたらめっちゃハイライト出てくる。いいじゃない。え、ネイルは？ネイルさんは？ネイルさん。あら、色変えたの？どういう？色は変えるでしょ。あ、そういうことか。全部一緒じゃなくて。え、かわいいこれ。あ、牛の模様入れたのね。じゃあ、秋に。今年、牛年だから。秋ネイル。牛だ、牛。かわいい、普通に。秋ネイルです。え、何やってんの、それ。さっきからずっとやってるけど、なんか。YouTube 生配信。回ってないです。生配信する時間じゃないし。生配信似合ってる、普通に普通に似合って、今日気づいたらこうなってたんだもん。私は可愛いよ。なんか髪の毛の長さとかもこれでいいですかとか言われて、はーいとか適当に言ってたからね。大変だったんだもん。大変だったね。お疲れ様です。今リングライターってくれるの。お疲れ様です。こんな感じです。シルバーグレーみたいな、グレージュみたいな感じ。あ、でもほらちょっとわかるじゃん。ほらわかる、この暗い部分と明るい部分があるの。これが全部ハイライトだから多分色抜けたらめっちゃ明るくなってくると思いますです。バイバイはい、ということでいかがでしたでしょうか。本当はね、そう美容院とかネイルのとこでもね映像撮りたかったんですけど、なんか美容院でもネイルでもちょっと他のお客さんとかの関係で NG って言われちゃって撮れなかったので、本当朝の準備とアフターみたいな動画になっちゃったんですが、でも結構なんか秋っぽいし、個人的には前よりも大人っぽくなった感じしてすごいいいなと思ってます。やっぱね、前髪はねちょっと作るチャレンジができなかったんですけど、色落ちもあのキンキンにならないようにお願いしたので、まあ多分色落ちもそんなに黄色にならなくて済むんじゃねえかと思っております。楽しみです。イエーイ。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録、コメントや高評価、また Twitter、Instagram およびサバーカートのフォローもぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。